Hi everyone, welcome to my channel Cat Moment です。ずいぶん前に購入したディオールのアイパレットの色味を、皆さんとシェアしていきたいと思います。こちらは、給色展開の色味になっていまして、001ワームニュートラルですね。ディオールバックステージアイパレットってなっていますね。上からプライマー、そしてゴールドのハイライダーとスカルプティングパウダー、真ん中の列がシェイマーで色の展開は3色あります。その下はマットで、こちらも3色展開になっています。で、中を開けてみるとこんな感じですね。すいません、ちょっとだいぶ使ってたのでちょっと汚いですけども、この色を紙に今回ちょっとこちらに用意取ってみたので、まあ、こんな感じで色を見ることができますね。真ん中のこの色はあんまり、まあ、薄くつく感じですね。こちらで、こっちは本当にマットプライマーなのでちょっとぬめっとした感じで出てます。あと真ん中のこの列3つ、この3色展開、そしてこの真ん中の上の一番上の真ん中のこの色味は、ここら辺はラメも入っているので、とても綺麗に発色すると思います。あとこの下の3列はマットタイプなので、まあ、テクスチャー的には本当にちょっとしっとりとした感じかな。嫌いではない色ですね。ちょうど今の時期に、毎日楽しくアイシャドウを塗れると思います。まあ、興味があったら皆さんも購入してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Bye.